ダッチェスはイギリス海軍の駆逐艦 d 九1 9 3 1年6月帰港1932年7月19日浸水1933年1月24日収益1935年12月1日昼頃インド洋を航海中乗員1名が払いたを訴えたが軍医が上官していなかったためマレーシアのペナンに向かって全速で航行中 17時50分ごろ、欧州行きの貨物を搭載して、シンガポールからコロンボに向かっていた、ミトマルを発見。国際信号機 MJ を掲げて、進路を変更。ミトマルに接近して、W のモールス信号を打電した。ミトマルの長水電製道船長は、停船を指示し、ダッチェスからの救援要請を承諾。ダッチェスはボートをミトマルに派遣し、事情を説明。 三戸丸とダッチェスが遭遇した位置からペナンまでは約 1020km もあり、ペナンまで15時間かかることから、長水田船長は、船員の佐藤一郎医師をダッチェスへ往診に行かせ、19時頃、患者を治療して、三戸丸駅船。こうして腹痛に苦しんでいた乗組員は、事なきを得たため、三戸丸は目的地であるハンブルクを目指して西へ、ダッチェスは、 ペナンを目指して東へと向かった。別れ際、ダッチェスは、英国軍艦、ダッチェス号より、貴船の絶大なる呼吸援をシャスと感謝の信号を何度も繰り返し発信した。このことは、当時の日本の新聞で、美顔として話題となった。第二次世界大戦勃発時に、中国方面から地中海へ移動。1939年12月6日。 駆逐艦弾艦と共に戦艦バーラムを護衛してジブラルタル出港。途中で駆逐艦エクスマス、エクリプス、エコーが加わり、12月12日にはスコットランド西方沖に達した。4時27分にバーラムから変身命令が出た直後、近帯網先沖でダッチェスとバーラムが衝突した。衝突でダッチェスは転覆し、 約20分後に搭載爆雷が爆発して沈没した。衝突の原因は、ダッチェスがバーラムの信号を読み誤ったことではないかと考えられている。一方、ダッチェス号の乗員を治療した、ミトマルは1944年4月16日、輸送船団に加わって、ハルマヘラ島からアンボンへ向かう途中、米船パドルの雷撃を受け、魚雷三本が命中して沈没し、 乗船中の陸軍兵士280名、船砲隊9名、船員29名が戦死し、船員60名が救助された。国際信号機二次信号で医師の派遣を求むという意味、医療の助力を求むという意味、ありがとうございます。